まあ、あの夏目漱石のですね、ガラス戸の内というエッセイが僕はすごい好きなんですけど、ちょうどあの第一次世界大戦がですね、勃発したこと書いてですね、第一次世界大戦という言葉を使ってないんですけど、欧州の大動乱だったかな。でもそういうこと冒頭に書いてて、ね、そういうことに関係なく自分の身辺のことを書いてて、僕が特に好きなのはその自分の人生のことを悩んで漱石のところに相談しに来る女の人と会って、帰りにあの夜道を送っていって月が出てるっていう、そういう美しいエッセイがあるんですけど、まああのなんか今年になっていろんなことが起こって、であのいろんなその社会的な事情についてですね、報道がなされたり大騒ぎしてるんですけど、なんかそれ大事なんでしょうけど、そこになんか人間が現れてないっていうか、そういう大事件といってみんながあの夢中になって頭の中動かしてる、特にそのワイドショーとか情報番組とか関わってる人ってのはずっとそういうネタを毎日やってて、それがあたかも人生の大事件のようにずっと言ってる、まあ大事件なんでしょうけどね。だけどなんか夏目漱石のような距離感っていいなと思うんですよね。そういうことと関係なく起こっている人生のいろんなことがあって、そのガラス戸の内というエッセイにあるひんやりとした気分というか、ちょっと引いた気分というかですね、そういう見方をしないとつかめない実相というのがあって、まあ、いわゆるマスコミが好きな、事件とかそういうものというのは、ある意味じゃ、まあ、なんていうかジャンクフードというか、その時の地獄を騒がせて人の気を引いて、ずっとねその、まあ、いろいろ注目を浴び続けるんでしょうけど、で過ぎてみると何だったのかよく分からないっていうのがよくあるわけなんで、結局そこになんか人間はあるのかっていうと、ないんじゃないかっていうふうに思うこともよくあるんですよね。だからそんなにあれですかね、あの世の中を騒がせている大事件というのは、そんなに毎日毎日そのジャンクフードというか安酒で頭をいっぱいするほど我々一人一人の性にとって重要なことなんですかね。僕はなんかそうには思えなくて、なんか距離感って大事だと思うんですね、そういうことからの。でそういうことについて、距離を保てるってことが現代における姿勢というか、人間としての生き方というか、たしなみのようなものだと僕は思うんですけど、特にそういうなんかマスコミが大事件だと言ってるようなことについての報道とかですね、議論というか、そこに人間が現れてないんですよね。人間は隠されてしまってるというか、一向にそこに関わった人たちの人間というのは現れてこなくて、決めつけというかラベリングというか、僕はそれやっぱり人間の知性の劣化っていうか、そういうものの象徴だと思いますね。そういうふうに人を簡単に決めつけて、こいつはこうだっていうふうに定型的に論ずるって態度自体が根本的な知性の欠如であり、品性の劣化だと僕には思えるんで、僕はやっぱり漱石のガラス戸の内のような態度を現代において時々思い出してみる。いつも思い出すのは無理かわすいかもしれないけど、時にはあの安酒とかジャンクフードで頭をいっぱいにすることも大事かもしれませんけど、時には思い起こしてみることも大事なんじゃないかなと思っています。